ターベレアマックス南高屋店にやってまいりました。おーい。さあ、朝パチ朝スロなんですけども、本日はなんと、はい、Pマートから、ゲストが来てるということなんですけど、 お呼びしてよろしいでしょうか。お願いします。それでは、お願いします。テキーラーテキーラー、メキシコから来ました、マスクド M です。 M ではありません、 M ではありません、ド M です。マスクド M のショートド M コント、ジェットコースター。あー、ここが世界一の絶叫マシンと言われてるジェットコースターか。試しに乗ってみるか。あれ、これジェットコースター空気椅子来てるよ、来てるよ、乳酸来てるよ、大体四頭筋乳酸来てるよ、大体二頭筋乳酸来てるよ、来てるよ来てるよ、もっと乳酸たまれ、もっともっともっと、エクスタシー。はい、マスクド M、 マスクド M、 この辺が M、 ベルエアマックスの M。 オープニングでこんだけ一人で尺取ったの初めてやった。ゲストだから紹介したい気持ちはすごいあるのに、はい、長い、長かったですね、びっくりした、申し訳ありません。この人は素人の方ですか。ということで、すごいゲストが今日参加なんですけど、一緒にやっていけそうですか。あ、もうね、頑張りますよ。よろしくお願いします。あのね、多分ね、フリートークになると面白くないですか。いやまずこのマスクド M さんと誰が一緒になるかというところを決めていかないといけないと思うんですけど、固有者同士で組めばいいと思います。固有者、固有者って言ったら誰なんて。俺やろ、どうせもうここ固有者、おめでとう、選ばれた。いや、よろしく、よろしくお願いします。いろいろ技を教えてとにかくやっぱマスク君は何が得意なの、その何かパチンコで打ったりする機種は。北斗の拳。なんでその弱そうな。そりゃそうと、ここベレーマックス南高屋案の定多いわけですよ、お客さんが。もちろんね、多いね。だからこっち側でその結論を言ったってなかなか座れるかどうかが分かんないんで、確かに、まあ刑事かルパンを目指していきましょう。設置台数多いからね。スロット組こっちの3人はバジーがずっと気になってるんですよね。お、ここなんか結構台数入ってるんですよね。そうですね。ね、なんでちょっと、私もでも、ね、バジ打ったことないです。おいいんじゃないですか。いいんじゃないですか。おおまとまりましたよ。じゃあそれで まとめるね。今日大活躍してもらうように頑張っていきたいと思います。はいはい、頑張りましょう。はい、それでは早速実践の方行きたいと思います。今日も頑張るぞ。よしこれ外してみようか。じゃあ今日の朝パチ朝スロは、はい、まあここ南高屋は花のゲージ、それからルパン、エヴァンゲリオン、まあもちろん海はそうやけど台数は多いんで、まあここはまあみんながお待ちかねの花のゲージ、各編継続打法。まだ公表してないの。まだ今福岡でも公表してません。あら、熊本でやります。よろしくお願いします。で、マスク君がね、はい、いろいろ、なんかいろいろ多分ね、面白いことをやってくれるはずなんです。なんかありますか。はい、花のケージは初打ちなんで、頑張ります。普通やないかよ。やばい、何も普通やないか。今回の花のケージは、緑保留でもやれます。やれる。ただね、やっぱね、着てる予告、これ大事。もう青でも緑でも着てるが来たら、小学3年生みたいに、はいって言ってください。手挙げればいい。はい、先生が見に行きます。分かった。はい。まだ何もやってないから。まあ、南高屋店での朝パチ朝ソロは今年初めてでございます。ということで、本日はこの3人でバジリスク、この新体ですね、3にやってきました。さあ、このバジ3なんですけど、まあ、簡単に言うと前作ということは、弱点からの降格ステージまでの移行率をやっぱり弱点に下がってくるので、ということは当たる AR 手に入る確率も増えるということになってるので、まずはもう弱点を引いて、で強烈薬を引くというのがもう基本的なゲーム性になってます。とりあえずはね、もう新年一発目なんで早速回っていきたいと思うんですが、ふーちゃんは初打ち。そう、実はこのバジリスクの新体は初打ちで、今日は師匠2人に教えてもらおうかなと思って。師匠がいるんで、師匠が。でね、今日はね、マリナちゃんに全部渡します、僕の役割を。丸投げ。うん、だから攻略要素、ね、立ち回りのポイントとか、はい、そういったものは全部マリナちゃんがしっかりと説明をしてくれますので、どうぞご期待ください。あー、あった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 
の流れは最高。いい感じ、いい感じ。赤の六門旗、砂の雪が。俺たちの旗だ。早く気づかんだ、クソ親父。当たった。おお。当たった。おお、やった。おお。まあここで確認になるかならないかが大事。聞いたんですけど、はい、これは何かあるんでしょうか。これはですね、前作同様、この青バーなのか、黄色バーなのかによって偶数と奇数の設定差があるんですね。お、なるほど。ということはここで、まあ、空気の判断ができるということですよね。はい、そうです。なるほど。ちなみに、通常時からのバジリスコチャンスと、ART 中からのバジリスコチャンスの中で、まあ、ストックだったり、今通常時なんで説明しとくね。多分カリナちゃんが喋ってると思う。通常の時は今これ始まった時に内部的に何ゲーム継続するかっていうのが決まってるんですよ。で、40ゲーム、出た場合にがこれが6確定と一番上が確定するんですけども、注意しなきゃいけないのは告知が後告知なんです。10ゲーム、20ゲームで終わりました。この40ゲームは6が確定するんです。ただ10ゲーム、40ゲームで出てトータルが60ゲームだった場合、一応40ゲームっていうね継続ゲーム数は出ますけども、だけどそれは6が確定するわけじゃなくトータルで40ゲームということなので、まあ10、20、10とか、まあ10、10、20とかそういうパターンで6が確定するというところだけ注意しておいてください。ベルヤマックス南高井店で朝パチ朝スロ CR 花のケージを実践中の壁にチャンス到来。ステルのコンコンピューが来ればね、捕まえる。大当たりしたカベニーでしたが単発で終了。
ことばっかりだよ。ちゃんと格変やってよ。どうよ。継続な方が見たいんだけど。見たいんだね。ああ任しとけって言ってお前がやれよ。おめえも打てるじゃねえかよ。私はもうカベリーの横が取れなかった時点で負けが決まったから。ていうかね、俺思うけど、ちょっと見てくれるカメラを。右目が見えてない。右目が見えてないんで。そう見えてますか、うん、見えてますか。っていうかマスクかぶるの慣れてないやろ。いやこれ9年かぶってますよ。マスク9年かぶって終わりにはなんかしっくりきてない感じ。秋田さんはクエルの人なんでしょ。クエルキャラでしょ。クエルです。何されたらそのエル心って喜ぶの。入ったから手上げとかだけで、ね、
方もないな。壁2の、花のケージ雲の彼方に各編継続打法を見せる予定でしたが、不慮の事故により見せることができません。見せるって言って結局見せないパターンなんだよ。あ、さっきは当たんなかったんですか。え、当たんなかった。いや、当たったんだけど、当たったんだけど、マスク君と俺が単発、単発、で、さっきのはいたかどうかわかんないそうなの。なるほど、はい、でもちゃんと着てるとか出てたんだよ。まあ、外す着てるね。外す着てる。あれ火がついてなかったんだよね。そうだね。もうこの全責任はリーダーのマスク君が。おーリーダーだったんだ。これリーダーリーダーです。いやリーダーでしょ。僕らついてきましたよ、あなたに今日は。いつからリーダー。いやいやいや、あれだったら俺取りますよ、責任。えじゃあ私が代わりに責任取る。俺が取ってもいいですよ。いや俺が責任取っていいよ。いや、じゃあ僕がやってください。やってください。ワイズバランスであります。おう、うん、いきます。すごいよ。ほい。なんか飛んでくるかな。怖い。ごめん、果たしてオンエアされるんでしょうか。どうなのかでしょう。これ恥ずかしいからオンエアしようよ。後で説教ね。嫌なチームだな。説教ですか。はい。今日バジ3行きまして、はい、どうでしたか。まあ私、まあ1回一応ねバジ3は触ってるんですけど、あのその時に勉強したこと何も活かせなくて、で今日2回目で、結構まゆちゃんがいいものをボンボン引いてくれたんで、私が画面を見せて、うん、まりなさんが説明してくれるみたいな、こういいチームワークでやれたと思います。まゆちゃんは何してたんですか。俺も打ってたでしょ。ちゃんと打ってたよ。ちょっと飲まれちゃったけどさ。まあ若い子ができるだけこう喋ってくれるような番組がね、俺はいいかなと。なるほど、うん。ここからはあの各々の可愛らしさ、各々の明るさ、だからそういうのをこう、ね、表に出してね、まあ、今後こうパチオーデンを期待していただきたいと。じゃあ今年はそんな感じのパチオーデンになれていいね。と思うよ。ということで、公開収録情報です。本日13日金曜日はこちらベレアマックス南高江店でジャグラー一人でできるもん殺菌なバージョンでお送りいたします。そして明日14日土曜日はベレアマックス北部店で壁にの週末にいるロックオン。キャー恥ずかしい。キャー恥ずかしい。週が明けまして16日月曜日にベレアマックス荒尾店にキャスト全員での朝パチ朝スロ、おい、そして17日火曜日にまたベレアマックス荒尾店でマリナちゃんの海ジャグ徹底リサーチ。お前もするんかい。やんなきゃいけないかなと思って。死ぬたことやねんか。そして19日木曜日はこちらベレアマックス南高江店でキャスト全員の朝パチ朝スロ、そして午後からはベレアマックス北部店に移動してプレゼンバトルの収録となっておりますので、よろしくお願いいたします。目白押しですね。いっぱいあるね。いっぱいあるね。いっぱいある、うん、全部出てきてね。全部遊びに来てもらえるように。全部遊びに来て。はい、頑張りたいと思います、はいはい。さあそして、まあ、の寝台入れ替えだったり、こうやって収録でにぎわっている次の日だったりも、設置台数が多い機種で、なおかつ据え置き狙いで皆さんお近くのホールでお試しいただきたいと思います。ここ急に静かやないか。急に静かやないか。感想ですか、うん、はい、今日はやっぱり外は寒いんですけど、店内はね、暖かかったですね。はい、また簡単だね。今、暖かかったって言ったの今。ということで、今日はこの辺でお別れしたいと思います。はい、皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい。